父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に、皆さん聖なる詐欺を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために、神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。Make our prayer through Christ our Lord. Amen. Amen. Inorimasio. Tenchi bambutsu o osamerareru kami yo, anata no tami no inori yo itsukushimi yo motte kikiire, sekai ni heiwa ino michi yo shimeshite kudasai. 主キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。レツオーキー。アッシリアの王はこの国のすべての地に攻め上ってきた。彼はサマリアに攻め上ってきて3年間これを包囲し、ホシェアの治世第9年にサマリアを占領した。彼はイスラエル人を捕らえてアッシリアに連れて行き、ヘラ、ハボル、ゴザン川、メディアの町々に住ませた。こうなったのは、
イスラエルの人々が彼らをエジプトの地から導き上り、エジプトの王ファラオの支配から解放した彼らの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ敬い、主がイスラエルの人々の前から追い払われた諸国の民の風習とイスラエルの王たちが作った風習に従って歩んだからである。主はそのすべての預言者、すべての先見者を通してイスラエルにもユダにもこう警告されていた。あなたたちは悪の道を離れて立ち返らなければならない。私があなたたちの先祖に授け、また私のしもべである預言者たちを通してあなたたちに伝えたすべての律法に従って、私の戒めと掟を守らなければならない。しかし彼らは聞き従うことなく、自分たちの神主を信じようとしなかった先祖たちと同じように固くなであった。彼らは主の掟と主が先祖たちと結ばれた契約と彼らに与えられた定めを拒み、主はイスラエルに対して激しく憤り、彼らを見舞いから退け、ただユダの部族しか残されなかった。神の御言葉。心の思いと計画をわきまえる。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に。マタイによる福音。主に栄光。その時イエスは弟子たちに言われた。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで計り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言うか。自分の目に丸太があるではないか。
寄進者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。主の御言葉。キリストに賛美。今日の月曜日、この6月20日のミサのイエス様の福音書は、またマタイ福音書から読まれたところで、裁かないように私たちはこのイエス様の教えです。人間の心の中で何が悪いことが起こったときは、誰のせいが探しています。また自分は良い人だからこそ、その間違えたところは隠して他の人に探して誰のせいという私たちの人間の心の中でも頭の中でもあるではないでしょうか。自分の悪いところを認めている他の人に告白するということはなかなか難しいことです。謙遜と謙虚は必要ではないでしょうか。またこのイエス様の教えたように裁くということは神様の権威持っている私たちは人間としてみんな平等にすることはなかなか難しいことです。でもその間違えたところで自分自身は反省することは当たり前のことで、私たちは毎日このミサ始まる前にも自分の罪を犯したことも認めて神様に願って謝ることができるのは、それは神様の恵みとその神様のいただいている無料で、私たちも他人に対してその無料でその慈しみも神様のように私たちも与えることができますように、このミサを一緒に願いたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。聖なる父よ、あなたは十字架に挙げられたキリストの奉献によって私たちを集め新しい民としてくださいました。教会に平和と一致の恵みを豊かにお与えください。主キリストは生きて治めておられます。ゆいおとこしえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切な務めです。聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは人を愛によって作り、正義に背いて罰せられた民を、憐れみにより主キリストを通してあがなってくださいました。
神の栄光をたたえ、権能を敬うすべての天使は、共に喜び祝い、私たちもこれに合わせて慎んでたたえます。聖なる、聖なる、聖なる神、すべてを治める神なる主、主の栄光は天使に満つ、天には神にほさんな、主の名によって来られる方に賛美、天には神にほさんな。まことに聖なる神、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を透け知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主、イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に扱う私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。清子、フランシスコ、私たちの好きよ、トマサクイナス・マイダ・マンヨット、ウサスキよ、パウロ・サカイ・トシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今、ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアとシヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神父であるあなたに、すべての誉れと栄光は、悠々に至るまで。アメン。主の教えを守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる私たちの父よ、みなが聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を、今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は、永遠にあなたのもの。
主イエスキリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残し、私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りましょう。命の源である神よ、一つのパンを共に受け、主のうちに結ばれた私たちが、平和と一致のために働くことができますように。主キリストは生きて治めておられます。いよいよとこしえに。アーメン。皆さん一人一人、この御座に共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が、皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺終わります。行きますよ。主の日はのうちに。神に感謝。